時代区分の現代、現代史とは、世界の歴史における、時代区分で、現在進行している時代、歴史のことである。平たく言えば、現在の時代ではない。通例では、対象とする分野における体制や状態が、現在と同じ形に変化した、時点以後の時代を指す。時系列の、戦士、古代、中世、近世、近,世近代、 現代という時代区分の最後である。長崎原爆の木の国の1945年以後、現在に至るまでの現代の特徴は、アメリカ合衆国との関係がものを言う時代である。1918年11月11日に第一次、世界大戦が終わる前は、三つ以上の大国が、植民地を持って、しのぎを削る、多極体制であった。しかし、 第一次世界大戦の終わりとともに各国の植民地体制が揺らぎ始め、その中でアメリカ合衆国の台頭が始まった。そして1945年8月の広島と長崎への原爆投下により植民地体制と世界大戦に象徴される多極体制は終わり、アメリカ合衆国とソビエト連邦による冷戦が始まった。 そして、1989年秋の東欧革命によって冷戦が終わり、1991年12月26日にソビエト連邦が消滅した後もアメリカ合衆国の動向が世界情勢を左右する時代が現在も続いている。アメリカ同時多発テロ事件で炎上する WTC1989 年以後、現在に至るまでの時代の特徴は、 短い周期で変化する世界である。1989年11月10日にベルリンの壁が撤去され、1991年12月26日にソビエト連邦が消滅すると、冷戦という長い安定期は終わり、冷戦後という短い周期で変化する世界が始まった。ソビエト連邦が消滅すると、 アメリカ合衆国による一極体制、新自由主義的なグローバリズムの時代が始まり、中国やベトナムなどの共産党国家は国家資本主義による経済成長を達成し、ヨーロッパ諸国は欧州連合や通貨ユーロによる緩やかな地域統合を打ち出した。このアメリカ合衆国による一極体制は2008年まで続くこととなる。その中で、 冷戦時代には考えられなかったツールや事件が今日の世界に小ささからぬ影響を与えている。2000年前後のインターネットの世界的普及や2010年前後の Web2.0 の発展は情報社会を開いた。それは2010年代初めのアラブの春にも影響を与えることとなった。また、2001年9月11日に発生した アメリカ同時多発テロ事件により、テロの時代が始まって、現在に至っている。第1回 G20 首脳会談2008年以後、現在に至るまでの時代の特徴は、アメリカ合衆国の派遣が弱まっている、多極体制である。1992年元日に、ソ連なき世界が始まった後の世界は、アメリカ合衆国による一極体制。 新自由主義的なグローバリズムの時代であった。しかし、21世紀に入ると2001年のアメリカ同時多発テロ事件とその後の対テロ戦争を経て、2007年から2008年までのアメリカ初の世界金融危機、とりわけ2008年9月15日のリーマンクライシスと同年11月14日の第1回 G20 首脳会談により、 アメリカ合衆国による一極体制は終わり、これ以後の世界は多極体制へと変わった。そして、2016年のアメリカ大統領選挙における、選挙戦では、アメリカンドリームは死んだと呼ばれるなど、新自由主義的なグローバリズムへの嫌悪が明らかになっている。また、2010年代初めのアラブの春以降に起きた愛ソる対等などによる、 難民問題の影響もあり、イギリスが欧州連合から離脱したり、ドナルド・トランプやロドリゴ・ドゥテルテなど、排外的言動で支持を集める、政治家が躍進するなど、保護主義と分裂構想の世界に変わりつつある。その傾向は、2020年に起こった、新型コロナウイルスの世界的大流行によって、さらに顕著になりつつある。一方、 2010年代後半には中国が台頭してきており、アメリカ合衆国と共に再び二つの大国による派遣争いが激しくなりつつある。ベトナム戦争のテト構成アジア史では、概ね1945年の停戦日本の幸福を境にして、近代と現代に分けられている。日本をはじめとするアジア各国では、 1945年の第二次世界大戦の終結により、欧米日の植民地支配から独立した国家が多数、成立し、1945年までの既存国家も、生態が変わって、新国家に生まれ変わった。これらの国家は、第二次世界大戦末期のヤルタ会談に始まる、冷戦体制の下で独立、成立した国家が多い。これらの中には、 朝鮮半島やベトナムのように分断される国家も現れた。ただし、ベトナムのように分断を解消して統一を実現した国家では統一後の時代が現代になる。冷戦が終わり、ソビエト連邦が崩壊すると中央アジアでは次々と独立国家が成立した。しかし、冷戦が終わり、ソビエト連邦が崩壊した後も、 日本と韓国のアメリカ軍中流、朝鮮半島の未統一、北朝鮮核問題、中国の共産党一党独裁、中国と台湾の対立の未解消に象徴される、通り、北東アジアには、冷戦の残滓が残されたままである。地域統合論の観点としては、東南アジアでは、冷戦時代から東南アジア諸国連合が、すでに存在しているが、北東アジアまで巻き込んで、 東アジア共同体となるような地域連合には至っていない。欧州経済統合の象徴、欧州中央銀行ヨーロッパ市では、東欧革命を境にして、近代と現代を分ける見方が増えている。ヨーロッパの国家は2度の世界大戦を経験したが、2度に渡る世界大戦は、植民地主義の段階的な崩壊を意味した。 第二次世界大戦の戦勝国であっても、アメリカ合衆国を除き打撃は大きかった。停戦日本の降伏により、第二次世界大戦が終わった後、アジアの植民地では独立戦争が始まり、やや遅れて、アフリカの植民地も次々と独立。1960年代までに、ヨーロッパ諸国は植民地の多くを失った。二度の世界大戦は植民地主義が、 極限に達して始まったが、第二次世界大戦が終わっても懲りは残った。冷戦という米ソ二極体制も、欧米の第二次世界大戦の最高権力者が、作ったシステムである。ところが、東欧民主化革命、ベルリンの壁崩壊、冷戦終結、ソビエト連邦崩壊という一連の大変動は、欧米の第二次世界大戦の最高権力者が、 作ったシステムの崩壊を意味した。そして、冷戦終結後のヨーロッパは、欧州連合に象徴されるように、東欧民主化革命やソビエト連邦崩壊によって、成立した国家も巻き込んで、ヨーロッパは一つの動きを強めている。そして、現在の、ヨーロッパは一つの動きは、冷戦の44年間を通して、西ヨーロッパ諸国が作った、性の遺産でもあり、 旧ソ連諸国をも含めたヨーロッパの統合が急速に進んだ。一方で1970年頃から起こった近代を批判的に捉え直すポストモダンという運動も近代の枠組みの中に入っているのではないかという議論もある。フランスの歴史学界隈ではフランス革命の1789年を境としてこちら側を現代とみなしている。 広島原爆軍事史では、大量破壊兵器と無差別大量虐殺を特徴と、する戦争の時代が、現代とみなされている。この場合、第二次世界大戦以後が、現代とみなされている。不屈戦争や、日露戦争や第一次世界大戦など、第二次世界大戦前の、近代の戦争は、戦車や戦艦などの最新鋭の兵器が使用されたが、 殺傷する、殺傷される対象は戦闘員に限定されていた。ところが、第二次世界大戦では、殺傷する、殺傷される対象は、非戦闘員にまで拡大され、非戦闘員を狙った、無差別爆撃や、大量破壊兵器の一種である、核兵器の使用も実施された。そして、第二次世界大戦以後は、核兵器のような大量破壊兵器が、戦争抑止力や、 開戦の口実として国際社会を動かしている。ヒッピー美術や建築やファッションなど文化の歴史では購買者たる大衆が文化の担い手になっている時代が現代とみなされている。この場合、第二次世界大戦集結後が現代とみなされている。近世と近代の文化は大商人が作った都市文化と農村など地方庶民が作った。 地方文化の二つに分かれる傾向が大きかった。強力な統一政府や連邦政府の下で交通網が整備され、商人は力を増して都市文化を形成し、その担い手になっていた。一方で、農村など地方には大商人が作った都市文化には瞬時に浸透せず、いくらか時間を経てから都市文化が浸透したり、地方で 独自の文化が形成されるかのいずれかの傾向を持っていた。ところが、1945年に第二次世界大戦が終わり、冷戦が始まると、テレビやラジオなど情報が瞬時で、遠隔地に伝わるメディアが普及し、多国籍企業の成長による、小取引のグローバリゼーションが加速したことで、都市と地方に二極化した文化の時代から、 同時多発的な大衆文化の時代に文化は変わった。なお、日本における文化史では1960年代の高度経済成長期以後が現代とみなされる。産経新聞大阪本社版2016年2月22日付、アメリカンドリームは死んだ、米国の危機プレッシアラン斉藤義文矢後和彦。 フランス経済史の研究動向、歴史と経済47巻2号、35から48ページ、2005年。ありがとうございます。